はい、クーミンです。皆様おはようございます。休日いかがお過ごしでしょうか。クーミン家もですね、今日はパパがいて、休日でございます。まったり動画になると思いますけども、よろしくお願いいたします。なんとスイカがやってまいりました。またそれかすいません、スイカ苦手な皆様ほんとごめんなさい。クーミーチャンネル、このシリーズちょっと夏は続くかと思います。もうスイカもうちょっと見るのも聞くのもダメっていう方、すいません、クーミーチャンネルお休みしていただいて。それがですね奥様、このスイカのシリーズをやりますとですね、クーミーチャンネルにある現象が起きまして、どんな現象でしょうか。夏だからね今ちょっと鳥肌立っちゃった。ちょっと涼しくなるようなお話と思いきやそうじゃないんですよ。なぜかちょっと私も理由も原因も分かんないんですけれども、スイカの話題をすると視聴者様、登録者の皆様がズン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 とさようならさようならになっていくんですけど、なんか私やらかしちゃいましたかね、スイカシリーズで。大丈夫ですか皆様、ご気分悪くなってないですか。でもこれだけ食べたらちょっとね、大丈夫って思われてしまう。大丈夫なんです。本当に夏の水分補給でお水がちょっとたくさんっていうかね、ちょこちょこ飲みづらいっていうところで、もう水分補給とね、栄養補給、言えてない性の栄養補給になっておりますので、ありがとうございます。それでですね、私の大好きなスイカをお取り寄せしていたんですけども、早めにこの出荷が終わってしまって、まあ、地元では手に入る、食べられるっていうことなんじゃ、私が取り寄せているところが出荷がなくなったということでですね、それだったらば何かこうお役に立てるスイカのお取り寄せの仕方ということで、ふるさと納税でポチ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 やらせていただいておりまして、でふるさと納税はスイカだけではなくって、全国のおいしい美味しいもの、皆様にちょっとご覧いただきたいなっていうものをポチポチしております。これからも少しずつ届くかと思うんですけれども、はい。でまずですね、そのふるさと納税でこのスイカ見つけまして、せーのドーン、金色ラオー。はい。で来たところに昨日来まして、そしたらこの知り合いから昨日スイカを 3L の大きいの一玉もらいまして、でそれでね、これなんて読むのかなと思って、土肥農園の土スイカということらしいんですよ。土スイカってどういう、あ、聞いたことか、どういう意味なのかなと思ってね、調べました。私いつもね、大嘘つきっていうか、その分かってなくて言ってて、テロップも編集もなくて訂正ができないまま申し訳ない状況なので、一応私なりに調べ、あ、これ写真撮っちゃいけない私なりに調べてみました。でドスイカはですね、土肥農園、これね、長野からねいらっしゃってます。長野の松本市からいらっしゃってますこのドスイカさん、あ、はい。でね、ドスイカ農園のドスイカ、そこまでするかというくらい度が過ぎています。だから土肥農園のスイカを土スイカと呼んでいます。勉強になりました。でこれね、あちこち全国のスイカを調べてこう見ていると、もうたくさんの地域でたくさんの方がもういろんな種類のスイカを作ってらっしゃるんですね。これね、今もう64になりましたけれど、あと半世紀、半世紀かけないと全国のスイカは食べきれないんじゃないかっていうぐらい、もうびっくりしました。今回初めて調べて、だからその私がもういただいてるのはもうごくごくわずかで、ごくわずかの中にも入んないぐらい、ほんのちょっとなんですけど。でね、なんでこのスイカシリーズやると皆様さようならっていうのはね、なんかこう唯一私のこれ贅沢なんですよ。で例えば遊びに行かない、お酒タバコもいただかない、なんかこう、いろんなもの買わないっていう中ね
少しでも応援ができて私の好きなものが食べられるっていうことで、もうスイカだけはすいません、もうちょっと食べさせていただきたいと思いますっていうことで、はい、ドスイカこれをねいただきました。これをね早速ね出してみますかね。特徴はね、爽やかな甘さ、そして切った瞬間から感じるフレッシュな香りは切るのが楽しみ、口にしたらもう笑うしかないぐらいもう食べる前から笑っている、笑うしかない、笑うしかないぐらいのスイカを作りたい、そんな思いがこのドスイカという名前の由来ですって。ねえ、これ丹精込めて土作り、育てる、収穫、見極め、度が過ぎるぐらいこだわっています、そこまでかと言われることをねなさっているということね、してくださっているということでございます。もうどんな食べ物もね、もうたくさんの方が一生懸命この暑い中作ってくださっているということで、まずじゃあその私がお取り寄せした金色ラオウ、はい、覚えました、金色ラオウはちょっと次に、はい、2番手にさせていただいて、このドスイカをおパパ危ない危ない、部屋の中がすごくスパイシーな香りが、はい、おはようございますすごい部屋の中がねもうスパイシーなんですよ、うん、っていうのは休みの日私料理しないで、コンビニであるものを買っといた、もう昼ご飯とか夕飯とかちょっと小腹空いた時に食べるかなと思っていたカレーライスは朝からまたカレーですわ、まあ、買ってくる私も私なんですけど、まさか朝から食べると思わなくて、今もうスイカの香りでそのカレーの匂いをさよならしようかなと思って今、お、うん、泣いている、スイカは泣いている、なんとか泣いてるって言って、なんかキュッ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 、そう、キュッ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 、あれこれねかわいい、いらっしゃい、引っ込んだお重いわ、びっしり、スイカさん箱の絵がいいね、またね、わっ、なんか出てきた出てきた、 あ、じゃあパパこれ、はい、ね、パパがいる時にやると片付けてくれるから、はい、助かるわ、ね、うわいい絵が、このスイカの絵最高です、あ、これもスイカもすごい可愛い、これ本当にスイカ苦手な方申し訳ないけど、なんかこうクーミンがこうやってかぶりついてるなんかこうスイカのステッカーでも作りますかね缶バッジとかどうですか、ほら一生懸命作ってくださって、信州の松本市でありがとうございます、はじめまして、まあ、ご夫婦でいらっしゃるんでしょうか、ありがとうございます、手間がかかりますよね、1対100ではなく、これパパ素敵な言葉、はいはいはい、1対100ではなく1対1を100に作ることだって、おー深いですね、なかなか深い、売ることよりもつながることだって、おー素晴らしい、ぜひスイカシリーズでさよならした皆様、ぜひ機会がありましたら戻ってきていただきたいと思います見てください、この土、でもなんか年取って土いじりここまでねプロ的なことはできないですけれど、うん、土いじりしたいね、うん、ね、じゃあこれはもう後でゆっくりと拝見してどんな感じでね、あでも私これめちゃくちゃこの色合いも、パパ色作る仕事じゃない、うんうんうん、色にはやっぱり興味ある、いい色ですよね、すごい色だよね、このバランスが、ね、バランスがね、でこの色もなんとなくなんかすごくいい色だよね、うん、同じ赤でもパパは赤と黒をたまに作っていて赤を基本で、はい、で同じ CD ジャケットでも色が違うっていうのを教えてもらって、はい、同じものを3枚買ったとしたら3枚とも微妙に色が違うっていうのは私はね勉強、若干違うんですよね、ね、プロから見ると違うんですよ、私もね最近その違いをね見るようになってきました、この赤とこの色全然違うなみたいな、あちょっと、はい、スイカです、スイカシリーズでございます
赤の話してこれね、パパの笑い方面白いじゃん、あーってこれパパの特徴なんだし、今聞こえたかしら。さあ、じゃあこれはこれで、じゃあまず一つで、あの2つ並べてね、比べるということではなくって、ちょっと皆様にあの長時間このグタグタな配信をお付き合いいただくの申し訳ないんで、ちょっともう一つご紹介させていただいて、あの切って、食べ比べじゃなくって2つとも楽しませていただくということで、よっぽいじゃ、これもね読めなくて調べられた、金色ラオウ、あ、ここに書いてあった、金色ラオウって書いてあった、真下に書いてありますもん突っ込まれたパパに、真下に書いてありますって、ね、これもね調べましたよ、ちょっとお待ちください。食べ進むほど突き抜ける甘党、突き抜ける甘党、これも楽しい、これ考える方も作ってらっしゃるからこそ、でこちらふるさと納税で、はい、スイカの金色ラオウの特徴、果肉は、あ、ちょっと待って漢字読めなかった、黄金にも似た金色にも、黄金だな、黄金にも似た果肉色、極めて強い甘み。でもさ、甘みだけじゃなくて水分もすごいよね、どのスイカいただいても、うんうん、これね、あ、これが、奈良県のなんとか株式会社、なんと、うん、これちゃんと調べますね、調べて勉強します、うん、もう毎年毎年ね、あの来年もすいません、楽しませていただきたいと思いますので、来年には金色ラオウだよってドスイカだよって、なんかこう見ないで説明できるようにねしたいと思います。それでね、私ねふるさと納税で一つポチッとしたスイカが、あれ来ないな来ないなと思ってみたら、2025年の夏発送って書いてありました。え、今何年パパ？24年です来年の夏、来年の夏まで元気でいなきゃなんないはい、ということで、まあ、ジューシーでね、うん、甘いですね。あ、あのね、果肉のね、その質はね、硬めでありながらも強いジューシー感を合わせ持った食感、極めて良好すごいじゃあちょっとうんちくよりも、はい、出してまいりましょう。でもこれ出せないかも、すいませんね、ドスイカ様。あ、あ、いいか、ちょっと後ろ向けてすいません。はい、大切なドスイカ様をパパに一旦、はい、預かっていただいて、これはすごいね、あのパパの隣に箱があるんですよ、そこに戻すかと思いきや、こうやって正座しながら抱えてるのパパ、いや、ちょっとね、今正座して足つりそうなんです抱えてるの、お、キュッキュッしてる、あ、キュッ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 、ちょっと小休止してから、小休止してから戻します、いきますよ、この位置だと、ちょっと今これで動かして、うわ、たまたま同じ日に来ましてそれがね、あの箱崎社長にスタッフに感謝なんですけど、あの知人からの頂き物は会社に届きまして、で、あのそこからまた宅急近いんですけどね、会社がね、同じ東京都内なんですけど、あの会社からあの宅急便出して、もしものことがあったら大変っていうことで、社長がわざわざスイカ持ってきてくれた私がどれだけスイカを大切にしてるかっていうかね、え、あのすごく分かってくださって、もうスイカ持ってきてくださった、こなんか必死なんですけど大丈夫、必死これね、ドキドキしながら、私が何かやらかすんじゃないかってパパがドキドキしながら見てるの、もう受け止めますよこれ、私が転んでもスイカだけは転がさない、
うわはいパパお願いします、はい、あもう一回ちょっと箱をねちゃんとはいここかいつもの定番の、うん、はいという方ではい、はい、うわすごいわこれすごいねこれお今大きく見えないですよねすっごい大きいんですよ重たいよしはいということで金色さんとドスイカさんじゃあドスイカさんから、うん、そうですはい切ってまいりましょうか早速はい、はい、あの食べさせていただくこれねもう食べたくて食べたくてまたキュ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 食べたくて食べたくてちょっとここ数日ね、うん、あのスイカを切らしておりましたのではいはいお帰りなさい、じゃあこれも箱と一緒にはいこんな感じではいありがとうございます、はい、2つとも あの箱の絵がね笑ってるんですねあ笑顔なんです、ね、笑顔になりますよ笑顔がいいですねこれねパパ、はい、私はいいですねいいですねえいいですね笑ってるねって言わないの違う笑ってるねはいでこれね持ったまま洗えないからパパがね拭いたらどうっていうふうに言ってくれたのでこの間ねうんいやだけど本当に今年の夏は暑くて大変だけど夏を楽しませていただいてるねうんありがたいねでも暑い仕事してきて暑い部屋でいろんな実験するでしょ色のそして帰ってきて冷たいスイカが冷えてるって幸せじゃありませんか幸せですよね、うん、幸せってなんだっけなんだっけ毎日冷蔵庫にスイカが入ってることさよっしゃちょっと手慣れてきたかな、うん、こなれてきた手慣れてきたこなれてじゃあこれをちょっとここら辺にもう一枚じゃあいきますよパパこの後あの はい、一口ずつ、はい、一回分ずつあの分けるの手伝ってくれてなおかつそのスイカの皮をあのゴミ置き場に置いて運んでくださる方があの運びやすいように小分けにしてくれるのでパパが、うん、パパが私がパパがはいじゃあいきまーすドスイカさん行かせていただきますにがしまってんのどっちだっけあらこういう金色だけどこれもかなりしまってますかしまってますよこれ、うん、あこれね、うん、包丁の手応えがめきめき待ってカパッていった時にこっちに倒れちゃうと嫌だからこっち向きにするわ片手では私どうしても左側に包丁が傾くからうわこれすっごいしっかりしているめきめきいってますねめきめきいってますね、うんた瞬間の香りをごめんねパパ私だけ先に体験するよ香りを、うん、いきますせーのおーうわスイカバだけスイカバうわこれうまいや
つでしょ。私このタイプ好き。あ、そう。ここのこのこのタイプ大好き。おお。これ。うわ、みずみずしい。ちょっと待ってくださいね。度が過ぎるほどこだわってたね。うん。書いてありますから。度が過ぎる、度が過ぎるほど、度が過ぎるほど、度が過ぎたらレだ、レが過ぎたらミだ、ドレミファソラシドだ。これすっごい身が締まってる気がする。うーん、なんか音がね、聞こえますね。お、種がしっかりしてるね。もうなんかね、スイカソムリエの資格ないですかね。これからちょっといろいろ勉強して。ところちょっとパパ今一斉に食べようね。ちょっとパパこれ持ってて、持ってて、うん、パパの分なんだけど、こうやって持たないでね。はい。はい、じゃあつぶって、はい、私もこれいくか。あ、これまだ食べまだ食べちゃダメだよ。あ、匂い嗅いでるの、ね、匂いというか香り、うん、ちょっと私細くなった。一生懸命今パパが香り嗅いでます。こうやって二人してソムリエか。じゃあ行きますか、ね、ちょっと待って、ここの種。よし、じゃあドスイカいただきます。乾杯。甘い。うん、うん、おいしいね。みずみずしいですね、やっぱね、甘くて。今までちょっとね、いくつか種類を取らせていただいて、うん、全部香りも味も違うんだね、スイカ。うん、でもこれも美味しくて、なんだろうなんだろう、あのちょっとね、歯ごたえが懐かしい味、小さい時食べたスイカの味、うん、あ、それは私だけのあの感覚なんですけど、小さい時のスイカの味ってこういう味だっていう感じの味。うわー、これは美味しいぞ。じゃあこれあと一個ずつ食べて、うん、ね、皆さんお待たせしてここでずっと食べてるわけ。これ多分教授いなくなるね、こっちは。で、明日そうかね。あ、そうかね。明日あの、はい、金色にもう移ってしまうと思うので、で夜中子供たちの会場で起きた時にもう歯磨いて水分補給って私で、ね、ここかね、そこら辺にね、あのパパが寝てる枕元でね、座ってね、スイカ食べてるからね、パパが起きてみたいな感じで、あ、驚くのね、はい、その夜中用にスイカをやっぱり冷蔵庫に入れておきたいので、うん、じゃあこれもう一個食べて、これお皿に入れとこっか。お皿ね、うん、うん、ね、あ、ここじゃない、2段目、うん、はあ、今年の夏は本当にトウモロコシといい、あ、でもね、トウモロコシがね、もう一種類北海道から来るかな、ふるさと納税のやつ、もう今年終わりかなと思ったんだけど、うん、多分最後の出荷になるかな。いただきます。あ、待っててくれたの、 ありがとう、2回目はいいのに。あ、じゃあそう、いただきます。うん、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 やっぱ歯応えもしっかりしてます、うん、うん、そうそうそう、うん、うん、歯応えとかシャキっていう感が、
ちょっと食べたいのを我慢して、うん、じゃあちょっとね、皆様に金色羅を、なんか一つ一つ違うのね。違ってみんなこうそれぞれに素敵な香りと味が、ね、だけどどれもみずみずしいわこれ。あ、そうそう、数日前にあのジャンボの、スイカを、動画を流させていただいたんですが、ちょっと食べ終わったのはちょっと前でこれとこれにはちょっと間が空いてますね、うん、でもあれも3日ぐらいで食べちゃったね。あ、あの大きさね。20キロ。そう、20キロ。パパスイカ切ったことある？あるね。でもあの小さめなやつね。ああ、小玉スイカもいっぱい出てたよ。おいしいよ。だけど本当にすごいたくさんあるんだね、うん、あるね。びっくりした。じゃあいきます。これもしっかりしてる。目が真剣だぞ私が犯人じゃないわいいでしょ、スイカと真剣に向き合うくにゃこさん。そう、うわ、うわ、ね、目の前にもスイカ、こっちにもあってこっちにもなんていう、ねね、ありがたいことや。でもなんかこの間なんかコンビニでも売ってたんですよ、スイカね。あ、そうなの。小さいのが売ってた。あ、小玉で切らずに。なんかね、小玉よりもうちょっと小さめ。あ、どうしたんですか。私目の前でこれ見るの初めてかもへえ。へーってなんか包丁が抜けない。初めて、うん、この色のスイカを食べます。それでは皆様にご紹介したいと思う。噛んでる噛んでる。それでは皆様にご紹介したいと思います。次のゲストは、うわー、黄色いですね。種もちょっと黄金っぽいよ。うん、金色ですね。金色。なんかこれあの私今あのサンプル、食品サンプルの方の手作りだと思うんですけど、イヤリングしてるんですよ、スイカのあの本当に生って感じがしないぐらい綺麗。すっごいわこれ。これもでも初めて見ましたね。これパパ持っててたら抱えてるだろうから、抱えてましょうか。あ、本当に抱えていてくる。どうやって食べるの、うん、次これ抱えてって これね。あ、でもここ絶対今ロックかかって火つかないから、ここに今、うん、ラップがあるので、はあ、これは腹筋鍛えられるな。よっしゃ、いきます。おっと、これもしっかりしてる、うん、よいしょ。もっと大きく切ればよかったか。お、わかる、サクサクっていう今、ね、このすごいね。よいしょ、サクサク感が。パパ、黄色いスイカ食べたことある？黄金色。あんまり記憶にないですね。ねえ、私もあれあるかな、うん、こんな目の前で。でも切ったのは初めてだな、うん、食べ
やすいように。赤に黄色に、クーミン系、今日鮮やかやね。はい、いきますよ。はい、はい、ありがとうございます。種がね、なんかすごく黄金色。いただきまーす。あ、乾杯、はい、せーの。うん、これもまた味が違う。一瞬私メロン食べたのかなっていう思った。あのね、あんま、うん、なんていうか、これ、ね、二人悩んでるのは、あのスイカっていう前に甘いっていう感覚が来るので、なんかあの生クリーム食べた後の後味に似てません？そうでもない。似てない。似てない。生クリーム。分かった。朝からパパカレー食べたから、うん、カレーのこの辛さが残っていて甘いね。うわー、ちょっとこれ切り分けて真剣にいただきましょう、うん、まあそれぞれのあのこれ両方いっぺんに持てたらよかったんでしょうけど、ちょっと持てないね。これもなんかすごいシャキシャキしてるね。え、うん、おいしいわ、うん、よくしょ。ちょっとこれパパ私に持たせてね、はい、両方2個持ってみたい。私こっち抱えるから、うん、ちょっとエプロン洗ったばっかりだから、はい、はい、斜めっちに。どうですかこれ。すごいね、こんな経験できないね。ありがとうございます、はい、初めてでございます。はい、ということで、はい、これから切り分けて、はい、楽しい休日を過ごさせていただきたいと思います。皆様もね、お出かけの方がいらっしゃったら、あの気をつけて、本当にね暑いですからお気をつけてくださいませ。クーミン家は朝からスイカで盛り上がってます。ありがとうございます。突然ですが、これからパパと、あのパパは食後の後のスイカ、私は朝食をしっかりとスイカ朝食をいただきたいと思います。ありがとうございました、素敵な穏やかな休日でありますように。それでは皆様も、パパ一緒に久々にハピラキ言ってみる、はいはい、せーの、皆様もハピラキで。